はい、2020年の4月の11日、15時45分に放送してます。こんにちは、タカクチャンネルのタカクと言います。はい、ですね、先ほど共産党のね、辰巳宏太郎さん、清水正さんか、嵐じゃねえけど、別に 嵐じゃねえけど、普通にこう、コメントしてたんだけどね、まあ全然、全然なんか見てくれなかったっていうね、なんか全然ね、全く響かなかったんで、ちょっとごめんなさいみたいな、毎日やれよみたいなね、清水正、ね、なんで毎日やんないのみたいな、なんか給料を、あの質問ひどい、え、そう？何の質、な、何が、何の質問がひどいの？ どこが悪い？え、どこの質問がひどいの俺。え、どこら辺？浜田聡さんが5%法案出してるけど、なんで賛同しないかってこと？それとも、給料ね、議員歳費減らせって俺が言ったこと？どっち？いや、なんかね、なんかこう、口で言ってることとやってることのなんか差異っていうかね、もう一個書こうと思ったんだよ、俺、質問。不破委員長の豪邸に、なんつうの、を売って、いや、議員立法言えるよ、共産党の、ね、まあ、ひどいっていうか、やらないんだったら、共産党だけあればいいからね、個人はいい。あ、いやいや、全然。いや、なんか、コメントなんか900人とか100人しか見てねえくせにコメント拾わねえとかさ、もうバカじゃねえのって思ったけど、石野さん言ってあげた方がいいんじゃない？900人しかいない、しか見てないライブで一方的に言いたい放題ね、言ってんだったらライブでやる必要ないと思うよって。別に収録でやればいいじゃんっていう、わざわざそのなんつうの、ライブでみんなを呼んで喋る必要ないと思うけどねっていう、歳費削れと思うよ。全然。はい。そのことを言います。はい。じゃあ、これ。はい。ドゥテルテ大統領、フリ、えー、あの、フィリピンのドゥテルテ大統領と議員200人が、給料1ヶ月全額寄付、コロナ対策1億人、日本の国会議員は2183万人っていう記事です。はい。ということで、別に私が言ってることは世界、日本ではなんかちょっと極論かもしれないけど、お隣のフィリピンのドゥテルテ大統領は普通にやってるよってことですね。今言うかねって質問。いや、なんで、あなただって言うじゃない、クリンちゃん、俺に対して。2020年4月の5日、アメリカの CNN は、ドゥテルテ大統領が新型コロナウイルスの感染症の対策に1ヶ月分の給与を寄付すると報じた。官僚らも年内の給与75%を寄付すると、言うと。ああ、本当に。なんなの、高くは何、素人の逆じゃないの、クリンちゃん。あっちは公僕だよ。公僕。俺は、税金からいただいてませんよ。公僕に厳しく言うんじゃないの？公僕に対しては厳しく言うっていう。あ、そういうことね。あ、そういう意味じゃなくてね。ありがとうございます。秘書官とか補佐官も給与の10%を寄付ということで、厳しくするなとは言ってない。ああ、そういうことね。いや、そう、別に厳しくするなって言われたとしても厳しくします。はい。CNN によれば、大統領は、給与1ヶ月分を全額、官僚らは、2020年4月から12月までの月給の75%を寄付しますと。下院の議員の200人は、政府の新型コロナの対策のため、5000万ペソ、およそ1億737万円の初期費用を集めるため、2020年の5月の給与を全額寄付することに合意したと。はあ、フィリピン。また、秘書官
法や大統領顧問、法律顧問室、大統領報道官の補佐官も4月の給与 10% を寄付、新型コロナウイルス感染症対策の最前線にいるグループに、経済的支援をしていくとしていると、そうなんだと思ってすごいね本当、うん、まあ、今ねあのフィリピンはあのすごいんだよねこのドゥテルテ大統領、 ORZ さんが今いるか分かんないけどドゥテルテ大統領やっぱこういうところがねなんかあの寄付あのすごいあのなんかまあこれをねポピュリストっていうのかもしれないけどまあでもさやっぱり気持ちが一緒って感じがするよねすごいね、うん、ああなんかさ別にね俺さっき思ったんだけどさ、うん、あなるほどね的が外れてて彼らが 今彼らが言いたいことから離れすぎてて時間が割けない別にいいじゃねえかあんなの何言ってんだみたいな、うん、どうせ暇だろって感じ俺からすると、あ運転中ね、だって俺呼ばれたんだもん、なんか呼ばれたっていうか見てみてって言われたから、うん、嵐じゃねえよなんで嵐じゃねえよ全然なんでその放送に対して沿ったような質問しなくちゃいけないのないつから忖度すんのそんな、うん、何を言ってんだみたいな先週から始まって今年で2回目あそうなんだへえ週に1回しかやんないんでしょ週に1回30分しかやんないのうん、答えられないよね、うん、ということで、まあちょっとね、今言いたいことは、ドゥテルテ大統領が、まあ、フィリピンのね、まあ、自分の給与を1ヶ月分返納と、まあ、閣僚とかもかなりの金額をね、こう出してると。いうことで、こういう姿勢がねある意味こういう姿勢が国民もあじゃあ私たちもっていう風になるのかなって私はなんかちょっと思ったんでね、自分たちは安倍なんかはそうだけど自分たちは全然痛くも痒くありませんよと、まあ、彼らは言っちゃってるからね安倍なんかはだから安倍も言ってることは確かそう、まあ、安倍はろくでもないってそれは僕はそうだと思うしそうだと思うけどでもねそれ同じように共産党の議員だってね維新の議員だってどこだってみんな同じじゃんって結局誰一人言わないじゃんってそこを俺はちょっとつつきたかったっていうかね自粛自粛っていうふうに言ってるけど小池百合子も自分の給料を少しでもね何かしら、ね、人に頼むんだったら何かしら自分がっていうふうにならないのかなって素朴に俺は思うんだけどねうん。それはまた別みたいなね、なんか言ってるね、なんか令和応援の人がいたけどね、もうなんか身を切る改革は必要ないとかね、なんか言ってたけど、俺はそういう考えじゃないんで、全然ね。うん。あ、運転中なのね、ワールドさん。うんうんうん。なるほどね。そう、ポーズだけでもやればいいと思うけど。うん。高木さんが言うと、やっかみにしか見えない。いや、それクリンちゃんがそう思ってるだけじゃない。うん。別にやっかんでるわけじゃないよ全然、うん、そういうなんかそれはやっかみだろうっていうのはそれね支持率上がるのにそうだよね俺もそう思うけど別に全然支持率上がると思うけどねなんでやんないのかなやりたくないのかなそれほどやりたくないのかなって思っちゃうぐらいで、うん、まあ俺も結構ねこう考え方が曲がってるからまあクリンちゃんもそうだからねお互いそうだっていうねうん俺別にやっかみって見えても別にいいんじゃない全然何それで何が悪いのん議員がそこを歳費削ると削らない自民党に勝つ何を言ってんの意味が分かんないけどはい歳費を削って選挙に勝てないってなんでうんわかりませんね。はい。むしろか
ね、歳費削ってこう支持率上げたら勝つんじゃないの、国民と共にって。それドゥテル、フィリピンはそれやってて、ドゥテルテ大統領とかめちゃめちゃ強いじゃん、選挙にね。まあちょっとこうフィリピンの、そのなんでドゥテルテ大統領がそんなにすごいのかっていうのは、まあなんか一端が見えたかなみたいな。そんなことで上がらないのが日本とクリンちゃんは思うだけね。はい、いや俺は上がると思うよ。はい、やったことないからね、そういうこと本当に。ちなみに名古屋の河合、名古屋市長はそれをやってね、選挙ずっと連戦連勝だけどね。はい、ご自身はね、まあ市議会議員はね、なんかいろいろあって、あまり、芳しくないけど、名古屋市長としてはね、河村たかしさんは自分の歳費を削って、やってて、どんどん支持、本人は支持を得てると思うけどね。たかくんちの猫とうちの猫がいろんなワーワー言ってて、なんだかわからなくなってきた。そうなの、うちの猫がニヤニヤ言ってて。 まあということで、まあ、多角的には、ね、こういう時こそね、国民と共にと言ってね、寄付なんかしてたらいいんじゃないかななんて思うけどね。マハティールさんみたいな人がいてたらしい。いてたらいい。ああ、そうね、マハティールさんすごいよね。まあまあ、製品であらねばいけないなんて俺は思わないんだけど、もうなんか選挙のこととか考えても、野党はどういうイメージをしていくかみたいな感じでやると、そういうのはいいんじゃないかななんて思うんだけどね、俺はね。という放送でした。これドゥテルテ大統領がすごいなと思ってね、本当1ヶ月なかなかやろうと思ってもできないことだし。まあ、野党が歳費削るまでって言っても、ネトウヨはパフォーマンス。まあ、ネトウヨはね。その財源が令和の金づるだと思ってた。いやいや、だから、お金が欲しいから、財源を欲しいからじゃないの。気持ちの問題だっつってんの。イメージの問題だって言ってるの。それを妬みとかね、高くはそうだって言うんだったらね、それはもう話になんないね。選挙に勝ちたいんじゃないの？選挙に勝ちたいんじゃないんですか？戦争はアメリカのビジネスだって言っちゃうぐらいだから。ドゥテルテ大統領？ すげえよな。ドゥテルテ大統領じゃなかったっけ？ベネズエラかなんかの大統領が、なんか国連でさ、ここに先ほどまでにここで悪魔が座ってたみたいな。水かぶって顔願掛けかけろって言ってるみたいなこと？いや、なんか意味が分かんない。意味が分かんない。なんか維新の会みたいなこと言いたくないとかいうことにとらわれすぎてんじゃないの？なんかこう財源をね、なんかこうそういうことじゃなくて金をつれみたいなさ。なんかそういうことじゃなくて、お金ならあるんだから、そういうことを言わないでみんなに配るべきだみたいな、そういうな、なんか違和感があるね、俺はね。ドゥテルテ大統領は CIA やれるもんならやってみろと言ってる。 本当に。 貧乏になれなんて言ってないじゃん。ちょっと極論すぎんじゃない、クリンちゃん。貧乏になんかなるわけねえじゃん、もう。頭悪いんじゃないの、ちょっと。歳費を1ヶ月ぐらい削って、ね、どうやって貧乏になるわけ、彼らが。そんなこと言ってないよ、俺は。
それね、ちょっとクリンちゃんね、歳費減らせって意味がわからんって、だから、自分で気持ちを言えっていうことだって。まあ、わかんなくていいよ、別に、クリンちゃんは。わかんなくていいんじゃない?別にね。俺の気持ちをこう、何、代弁。気持ちというか、俺は当たり前だと思って話してるけど、それが当たり前じゃないって言ったらね。そう、気持ちです。お金しかないでしょ。自分たちも同じ立ち位置になって頑張りますって言うんだったら、そういうことじゃないんですか?うん、だからさ、クリンちゃんが違くと思うのは構わないよ、これ。だから別にクリンチャンネルで喋ればいいじゃん、それで。八本が麻生と喧嘩してこいと吉本のケツ叩いてる。あ、そうなの?へぇ、吉村のケツ?へぇ、そうなんだ。あ、なんか、里めりちゃんが、お元気ですか大丈夫っていう YouTube 上げてるね今苦しい人へ不穏な世の中みんなで乗り切ろうって書いてる、うん、うん。違う意見が違うとここでコメントしちゃいかないのっていう、いやそれ俺が決めることでしょ、うん。だってこう話にならないんだもん、こうリレーになんないからさ、うん、だから上がってきてよ、だったらお互い対等でやろうぜ。そしたら別に僕はね、そのなんかその違うと思うとかこうね断崖言うなら、うん、いいよ来なくて、うん、全然いいよ。ということで、また違う話題でもう一回ちょっとしたらあげます。ということで、またねー。